おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ジャッカルの最新ビッグベイト、ブラストボーン。これがね、結構ビッグベイトなんだけども、入れ食いルアーっていうことで、まずはこちらをご覧ください。なんだは？よし。よし。よいしょ。はい、ブラストボーン来ましたよ。小さいけどね。東京鈴木ね。新しいルアーで釣れましたけど、ねえ、ちょっと小ぶりですね。はーい、まあ生後復古ってところか。はい、じゃあ逃がします。ブラストボーン。ブラストボーン入れ食いだね。釣れましたよ。はい、おー、いい引き、いい引き、いい引き。よいしょ。はい、ブラストボーンね、小さいサイズが入れ食いになってきましたよ。ねえ、飲み物でしょうか、これは。なんかね、このサイズ今日はお気に入りみたいですよ。はーい、ジャッカルの新しいね、ブラストボーンできました。じゃあ逃がします。ブラストボーン。元気だな、秋鈴木。よし。いや、大丈夫大丈夫。はい、ジャッカルのね、ブラストボーンにね、結構いいサイズ来ましたよ。鈴木って言ってもいいサイズかもしれないですね。ただ巻きでね、テロ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 泳がしたらね、ふわってね、吸い込まれるんでね。で、ポイントポイントでちょっとアクション入れるとね、カコンカコン動いてくれてるみたいです。で、タックルはエクスセンス DC にバンタムの組み合わせ、これでこのぐらいのね、重さのルアーね、ちょうどよく投げれるんで、はい、こんな感じのタックルで試してみております。イエーイ、ブラストボーン。こんな感じで、ね、魚が集まってる。よっしゃー、入れ食い入れ食い、ブラストボーン祭り。
ごいな、入れ食いルアーだぞこれ。飲み物だなこれ。おっとっと、よいしょ。はい、ブラストボーン。はい、ブラストボーンフィッシュ。ハーモニカ食いね、合ってんだねサイズがね。いやもうこう横でハーモニカに食ってくれるね。いやブラストボーン釣れます。入れ食いルアー確定、イエーイ。お、出た。元気鈴木、みんなハーモニカ食いだな。おっと、おっ、はーい、ブラストボーン入れかかりで、このぐらいのサイズはね、よく釣れてくれますよ。いやー、よく釣れるルアーだね、これ。ちょっとね、リップ付き最近使ってなかったんですけど、ちょっとリップ付きいいなーなんて言って、はーい、じゃあ逃がしてあげたいと思います。ブラストボーン。はい、というわけでね、帰ってきました。ジャッカルのブラストボーンね。あー、まあなんか新しいビッグベイトだし動画のネタになんないかななんて思ってね、投げてみたところ、もうほんとね、一時入れ食いっていう感じで、もう少しね、小さめの復古生後サイズから、先日動画で上げたね、まあランカーには届かなかったんですけど、70を超えてくるようなサイズね、そういったのがね、もうガンガンにアタックしてくるっていうことで、とんでもないね、威力を秘めたルアーだなっていうことで、ちょっと動画にまとめてみようかと思いまして、カメラを回しております。まずね、こんな感じで、タックルなんですけども、これがね、シマノのね、エクスセンス DC、 これに、PE ラインはですね、オルトロスのですね、 PE ラインの4号っていうね、やつを入れてるんですけども、で、ロッドなんですけども、こんな感じで、バンタムのですね、1711H の SB っていうことで、少しね、長めの、バンタムのロッドなんですけども、なんだろう、2オンスぐらいのね、ビッグベイトを投げるのに、ほんとね、ちょうどいいよっていうね、そういう感じの竿なんですけどね、少し長めで、で、先上司なので、先端がね、クイッと入ってね、シーバス特有の吸い込むようなバイトをね、ティップで絡め取ってくれるっていうね、非常に最近使いやすくてお気に入りで使っているんですけども、はい、というわけでね、大活躍のブラストボーンなんですけども、だいぶね、魚も釣って、まあ、こんな感じで、中身ね、見えてきました。こう、フックサークルで削れてボディのね、この中。したらね、ボーンって名前もつくだけあってね、これボーン素材なんですかね、なんか乳白色のね、内部が見えてきました。これによってね、高浮力であったりとか、あとは独特なね、このフックが当たった時とかね、カン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 鳴るんですけど、まあちょっと甲高い音だなぁなんて思ったんですけども、まあそこら辺にね、威力を発揮しているのかなっていうことで、で、ですね、ただ巻き使いね、ブラストボーンっていうと、結構プロモーションの動画とか見ると、こう、ね、こうアクションを入れて、定点保持しながらターンする、ターンするっていうね、そういう使い方がいいよっていう印象だったんですけども、夜の、シーバス釣りでの使い方に関してはですね、ただ巻きがめっちゃ効くね。で、アクションを入れて食ったーっていうよりも、ほんとね、ただ巻き、ただ巻きで、ちょっとね、竿立て気味で保持して、こう独特の、切りもみアクションでグリ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 寄ってくるんですけども、そうするとね、たまらずシーバスがバーンってバイトするっていうことでね、ただ巻きで使ってみるなんていうのをね、試してみると、夜のシーバス釣りなんかは、一つね、効果的なんじゃないかなっていうことで、で、このラフなね、一箇所の接続でね、なんというかこう
硬いんだけど柔らかい、ね、この後ろの、ワーム素材のテールまで入れると本当ね独特な波動を出してくれるので、それがたまらないのかなということで、似たようなね、リップ付きでちょっとアピールするねルアーもいろいろね、大小を織り交ぜて投げては実はいるんですけども、結果ねこのブラストボーンを入れてる時にヒットがね偏るっていうのがあったんで、まあなんだろう、新しい感じのシーバスも、お、なんだ目新しいのが通ったと思うね。結構ポイントとしてはね、もう昼間から叩かれ続けているようなポイントなので、そういうところでね、結構まあスレッカラシのシーバスがね思わず、この波動にはバイトしちゃうということで、まあブラストボーンは飲み物ですっていう感じなんじゃないかななんて感じながらね、最近投げております。で、ボディはねこれ 50g 近くあって、長さもね、190ってことなんで比較的大きめなルアーなんですけども、もうほんとね、飛びがいいのと、あとはね大きさの割にコンパクトっていう、この相反するのが1個のルアーにね、混じっているようなそんなルアーなので、非常にね面白い使い心地ね。でもちろんねブラックバスなんかでもね効くと思いますし、ブラックバス用に買って、まあそんなねシーバスいっぱい行かないよっていう方もね、ぜひね、この秋シーズンなんかはねこういう大きなルアーでいっぱい魚が釣れちゃうシーズンなので、まあ秋のねこの城の時期だけねシーバスやるよなんていう人も、このブラストボーンはね一つ買っておいても、全然損はないんじゃないかななんていう風に、ね、感じております。まあさらにさらにねいろいろ使い込んで、こうかななんて思いますけども、でこの尻尾ね、ワーム素材なんでもう少し脆いかなとか、いくつか釣ったらちぎれちゃうかななんて思っていたんですが、これねほんと最初のそのまんまのね、テールなんですけど、まだまだいけますっていう感じでね残ってくれているんで、まあここら辺のね尻尾がどれぐらい持つのかとか、まあ、そんな感じでねいろいろ試していけたらななんていう風に考えております。はい、というわけで本日の釣り棒 TV はこちら、ジャッカル期待のですね、ビッグベイト、ブラストボーン、これをね12月にね投げてみたらなかなかいい釣りができてるんでね、ブラストボーンは飲み物ですということで、はい、釣り棒 TV でした。また会おうぜ。